ジングルベール、ジングルベール、鈴が鳴る。今日は楽しい。Hey! 走れソリよ、風のように。雪の中を今日はね、精神衛生上良くない強めのメイクにしていこうと思います。ただ本場のうちの奥舞台はこの状態なんやけど、今頑張って癖アイプチしてこのぐらいの体幅になったんやけど、この状態でちょっとやっていってみようかなと、うん、下地はね、安定のセザンヌしか勝たん、セザンヌ地獄、あ、褒め言葉ね。よくないんだけど、まあ虫たちとか動物、野生動物からしたら人間っていうものにおいての存在はどう見えているのだろうかっていうこともね、考え出してしまうわけなんですけど、メイク動画で自然の摂理を語るっていうのはなかなかないかなと思うんですけど。で、ファンデーションめんどくさいな、やんの。なんかもう、もうコンシーラーとか、ちょっとめんどくさい臭くなってきて、普段使ってんのはね、もうユアグラムのコンシーラーなんですよ。いつもこれがめちゃくちゃええんですよ。ほんでまたちょっとクマとかね、一応隠しときますね。こうやってなんかさ、とことんやる気の出ない日ってあるよね。やる気の出ない習慣とかもあるよね。ほんでなんやろな、あれ、なんか頑張るぞって思って頑張れる週とさ、頑張るぞって思って頑張れへん週があるのよね。そういう時ちょっと自分に嫌になるよね。自分に対してもっと厳しく、もっともっと厳しくしたいのに、うっかりっていう、まあ、人間うっかりも大事。君の声を聞か、よし、もう今日はもう全部手抜きでキャンメイクの粉をなすりつけていくっていう、こんなメイクの紹介の仕方よろしくない。こんなんあかん出しといていいけど、ベースメイクはね、ここもう個々自由にしてもろて、今回アイメイクジュースでいこうと思ってるんで、もうほんまにあかん。今マットにした。これはツヤ肌でもええかなって思ったけど、ツヤは最終的にハイライトでつけたいとこだけにつけようかなと思って、はい、よし。ほんでや、見てこれ買ってん、ついにサバ定食ってやつ、渡辺直美さんプロデュースの発色めちゃくちゃいいみたいな聞いてたんよ。待って、天才やないこれ。待って、天才やで、見てこの発色、天才。こういうのを待ってた私は。この発色ほんまに素晴らしい。うちラガンクス最近やばい。なんかさ、めっちゃとかやばいっていう文頭につける言葉をもう、もっとさらにいい強調の言葉はないかと考えた結果、クソという言葉を使ってしまうようになったんですけど、私はあかん、レディーなのでそんな汚い言葉を使うわけにはいかへん。この発色をクソほどええので、ブラザーブラボー、とりあえずアイメイクからいこう。本当にごめんね、廃盤なんよ。廃盤らしいのよ。ただほんまに気に入りすぎて、気に入りすぎて、やっぱり本当にもう大好きなの、大好きなのでね、ちょっと使わさせていただきます。似ている色もね、隣に表示させますので失礼いたします。一旦アイラインになる線を下書きしていきます。やっぱこのカラコンつけた彼にはうちかっこいい系の化粧がしたいのよね。あ、やりすぎたかな。こう奥二重メイクと言いながら若干ね、二重っぽい影をつけてみようかなと思うんですよ。端からグラデーションでね、内側に内側に、うん、まあ、こんな感じでさ、さらにグラデーション、延長ラインはね、線の上に描くといいと思います。影もね、つけて、全体的につけていきながら、今ちょっと考えてます。影つけたらどうなる？結構彫り深く見えるね。なんかクールビューティーっぽい感じに。うん、見えた。いける。いけるいけるいける。で、目尻だけちょっとだけ濃く。目尻って言ってもこれうちな、涙袋の幅なんやけど。ちょっと濃くさせてもらいまして、イメージはスネークって感じで、目頭の方にもちょっと薄くね、ここは線細くで、目尻にかけてちょっと暗い幅が太くなるっていう感じです。ここまっすぐ、ここカクッと、ここでここを角張ってるポイントにする。斜めに下ろす、ここまっすぐ、本来の涙袋と線つなげてみた。素晴らしい、拍手を称えたい。涙袋に例のごとくゴリラも置いていってみようかなと思います。マッスルゴリラ、マッスル、もうがっつりでいいと思います。まあね、自然派なメイクがしたい人はそんなに、うちが今置いてるコツは、斜め右下にね、右目やったり右下にこう置きます。で、涙袋の線に沿ってこっち角張ってあげます。本当に神コスメこれ、ほんまに。もうダイソーさん、これは絶対に廃盤にしないでって、うちは本当に偉い人に言いたい。ダイソーの偉い人に、誰やろうな、ダイソーの偉い人。まあこんな感じ、線引くとぼかしてないとかなりの違和感って感じ。ドはドーナツのド、レはレモンのレ、
ごめん、垂れ目にしたい人はここまで涙袋はねしっかり描かん方がいいと思う。ここ下げてここで止まるぐらいの方が垂れ目効果はすごい絶対あると思います。うちは今回ねキリッとした感じのちょっと釣り目風にしてみようかなと思って、あのスネークみたいなシャーで領域展開ヘビシャーで、ちょっとポンポコ、お待たせしました、ポンポコ伸ばします。伸ばすっていうかちょっと押さえて押さえてっていう感じで、芸術は爆発と、あれかな、あのみんなにとったら普段メイクできひんわってぐらい濃くなっちゃったかな。まあ今回はちょっといいかそれでも、うん、あかんかあかんか、すまんすまんかった。ほんでちょっと様子見ながらしたいので一回この時点で眉毛もね描いてみようかなと思います。ズーシーのアイブロウペンシル、これいいんですよ、平行を意識してます、平行を意識してるけど眉山は作ります。眉山を外に作ると小顔効果があるの でちょっとはみ出てる上の毛とかはコンシーラーで一回消しちゃいますね。一旦怖いけどアイライン引いてみます。ラブライナー頑張れ、お前ならいける、私ならいける。今めちゃくちゃいい感じ。この動画をお蔵入りにしないためには自分うちの力量が試されている。一層入魂、この線は濃く引かん方が良かったかな。あ、舞台メイクになってしまえた。普段メイクにはなかなかこの濃さは難しいかな。いやーリベンジリベンジ。そうやな、やっぱこれ見てくれてる子ってなかなかこんなそんなあの毎日が舞台じゃないよな。いやー反省反省するわ。これはこの動画として出させてほしい。不自然やでとかそういうね違和感みたいなコメントももちろんあると思うんやけど、ちょっと一回ねこれは完成動画として完成させて出させてほしいな一回。いやーでもなんか線でだいぶ二重っぽく見えるもんなんやな。ね、一般的な奥二重メイクはなんかアイラインのこの黒と黒はなんかシャドウで上からやってぼかすといいって書いてあったんやけど、今どうやらこのはっきり分かれてる感じのが二重っぽく見えていいのかな。ちょっと目尻側はちょっと埋めようかなと思います。ちょっとラインからはみ出て色つけてみるとか。やっぱアイプチ、アイプチなしでこんな、はあすごいな、面白いな。ほんでやっぱキムはグラデーションかなって思うんですよね、影の。結構ね動画で何回も口うるさく言っちゃってね、内容が重複して申し訳ないんだけど、お前もしやヤフー知恵袋の入れ知恵だな、殿お待ちください。なんだパーンパパパパーン、これが目に入らぬか、ははー殿様、ふんふんふん、ね、あの早く新しいアイシャドウパレット買わないとって言ってたのに、ついついやっぱりなんか他の見れば見るほどこの配色がねいつも気に入ってたからさ、あでもこの配色やっぱ好き、これ使いたいってなっちゃうのよ、申し訳ない。これなんかね4年前ぐらいにねコンビニで買うてんね、このマスカラ、あじゃあアイブロウマスカラを。めちゃくちゃ良くて未だに使うっていう、あのコスメの使用期限は1年っていうのをね知ってんねんけど、あのやめられない止まらないカッパエビス領域点、ノーズシャドウがほんまにね未だにめちゃくちゃ下手なんですよね、うん、ちょっとここをね改善したいと思っているんですが、なんか自分のさ元々の顔に自信っていうものがないからついついメイク濃くなっちゃうんだよね。戦闘能力を上げてる気になってメイクを濃くすると、なんだろうねこれは、どんな顔もみんな素敵やのに。髪のある色の方がいいな。さすがになんか強すぎる顔面だけじゃ嫌なんよな。なんだろうねこのわがままな私の思いは。なんかこのメイクの中に柔らかさをどこかに入れたいんだよね。入れる要素あるとしたらどこやろうな。と眉頭がここ詰まってると結構あのしっかりして見えるから、どっかに柔らかさ出したいので眉頭だけちょっとね削ろうかなと思います。一旦これでラメを置いてみようか。
なんか高貴な猫ちゃんみたいな。あなたは世界一かわいいかわいい。ハイライトといえばセザンヌやね。アイプチをしてないとさ、ビューラーとか思いっきりできるね。アイプチしてるとアイプチ取れる心配であんまりビューラー強くできひんから。じゃあちょっと今回も目頭に黄色を入れさせていただきます。なんやろ、でもなんで今日なんかこんなサーカス団みたいになっちゃってんやろ。目尻側の下まつりがないのでね、ちょっと変えていきます。今オレンジのグロス塗ったけどオフして、これね、これも多分ウズのグロスなんやけど、紫やねん。黒のリップっていう感じなのよね。こういう感じの色。グロッシーじゃない方が良かったかな。そもそもこんな唇に色いらんかったかな。これでもね、結構100均で買ってます。私はどうかな、結構自分的には差がすごいと思うんやけど。うん、じゃあちょっと一回こっちの顔もこっちと同じにしてみてきます。はい、やりすぎた。はい、はい、はい、やりすぎた。はい、やりすぎた。はい、やりすぎた。なんか挟まれましたかね。なんかやばくない？ちょっと、ノーズシャドウやばくない？どうしよう。大丈夫？遠目で見たら大丈夫って感じ？それ、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 ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコラブチ。なんか、なんやろ、この顔。なんで？ちょっと背景作るぞ。この、ハギレを、ここにつけたいな。ガムテでいける？いや、うちはいける。画角度このぐらい。あの、我が家は狭いっていうか、そのうちの部屋はね、そんなに広くないので、なんとか部屋の一角のスペースを撮影ブームにしてみたんですよ。今ね、敷布団を半分に折ってここにキュッて体をキュッて四つ折りに、三つ折り、三つ折りにして、あの、寝てます。毎日毎日ね、ちょっと寝起きは腰とか首とか痛いけど、その分好きなことさせてもらってることにね、感謝して毎日送らせていただいております。もうそれもこれもね、皆さん視聴者さんが、それもこれも皆さん視聴者さんがね、いてくださるおかげでこういうことが成り立ってますので、本当に感謝してもしきれません。いつも見てくださる方には。どこで買ったんですかって聞いてくださる方に、あの、一つ謝らないといけないことがあって、あの、実は覚えてないんですよ。まあ、買ったのはあのネットで買って、ショップの名前を覚えてなくて、ブランドとか au ペイマーケットみたいなところで、あの、黒髪ロングウィッグで調べたら、この、あの、スクショ、このスクショだけが保存してあって、なんか一緒に届いた領収書とか紙とかがもう保存できてなくて、から、あの、形で探してもらっちゃうことになってしまうんですけど、私はそこで買いました。ちょっと正確な値段も若干覚えられてないんですけど、あ、なんかウィッグはちょっと高いのでも頑張っても、普段使いするつもりやったら、なんかこの地肌とかもね、めっちゃ、うわ、今この絵面怖かった。地肌とかもめっちゃ自然なので、すいません、ちょっと各自で探していただく形になってしまうんですけど、このピアスはね、ファンの方からいただいたの。なんか手作りらしい。すごいよね、天才やわ。あー、どっしょいどっしょい。ほんで今日も恒例の下パジャマ、下パジャマっていうね、下パジャマ、上ヒートテック、顔面着飾ったって感じ。すげえ、あの、一人で3色美味しいって感じ。自信のある時とない時の波が、最近はね、自信がない波だったんですよ。まあ、その、容姿に関わることに関してとかね、あの、ね、顔が、あの、ちょっと、あの、顔が気持ち悪いみたいなね。うん。ってなると、ついついこう、
強気なメイクで自分を武装しようとね、弱いメンタルの自分を隠そうとついついメイクが濃く濃くなったりとか、自信がない時ほどついね派手な格好をしたりとかってして、何かしらの本能的に防御体制に入ろうとしてるのが私はよくあるんですけど、このメイクして思った、強いぞうちは、大丈夫大丈夫、自分は自分、ちゃんと芯持っとかなきゃ。ありがとうございました、ありがとうございましたって波が。本日もご視聴ありがとうございました。いつも皆さんありがとうございます。これもありがとうございます。かわいい。ほらね、またね、バイバイね。